高1、2年生向けスタートダッシュパック申し込み受付中。自習コンサルと3種類の映像需要がついて、なんと17,800円。詳細は LINE のこちらのボタンをクリック。1行目は読めるんですよ、うん、ってことはそこまでは読めてるんですよ。あるどこかから全然読まれへんようになるんですよ、古文って。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。学びズムの今井です。学びズムの江戸です。こんにちは。さあ本日の質問です、はい。立命館志望の高3です。学校の先生に言われ、夏休みから毎日古文上達を2題ずつ解いているのですが、あまり伸びている気がしません。先生方はどのようにして古文の勉強を行っていましたか。また古文上達のやり方についてもアドバイスをくださいというふうなご質問ですね、はいはい。結構無茶な計画ですね。毎日古文2台解いてるってことですよね。そやな、って感じですよ。他の科目大丈夫なのしかも立命現代文2台で古文1台やから、うん、配点的にもバランスちょっと大丈夫かなっていう不安はありますけど、うん、まあまあちょっとそこは置いといて長なるんで、はいはい。まあ古文っていうところでやっぱり初心を忘れないことかな。古文は他の動画でも言ったりしてますけど、古文の例えばできてないってなった時に、じゃあ古文を読みまくればできるようになるんかって、別にそんなことなくて、もちろん一因としてはあるよ。古文をたくさん読むことによって、あ、こういう風な話かなみたいな情景描写を思い浮かべるのがすごく上手くなったりだとか、無意識的に敬語での視覚判別ができるようになったりだとかっていうのは、もちろん数をこなしてちゃんと意識すればできるようになることやけど、数の暴力でできるようになるわけではないから、ちゃんと一台一台まず丁寧にやることを心がけてほしい。でこの丁寧にやるっていうのが初心を忘れない。例えば古文単語に忠実に訳してみる、古典文法をしっかり訳出してみる、一つの動詞が出てきたらもう一つの主語をちゃんとつけて、もう細かく、あ、この動作はこの人が知る、あ、今この場面にはこの人がいてるみたいに、古文読解を最初やり始めた時めっちゃ丁寧に読んどったはずなんですよ。それが今慣れてきて量をこなすことに集中してしまって適当になってしまってるんやったら、初心を思い出して復習の時に一個一個品詞分解してみるとか、設問解いてる時感覚で解いてんのも一回ちゃんとスラッシュ入れて品詞分解してみて、あ、ここに打ち消しの意味なんかないのに、この選択肢打ち消しの意味出てるのに丸してしまってるわみたいなね、そういう初心を忘れないことがやっぱり何より大事だと。あ、全然これ意識してなかったみたいなのが増えてくるはずなんで、最初の頃思い出すとね。だからまずはそこの初心を忘るべからずというふうなところを僕は一つアドバイスとしてやっぱ送ってあげたいですね。なるほど。受験トークへの質問は LINE 登録後こちらのボタンをクリック。古文のカリスマとしてどうですか？あのね、これ、まあ、よく読めない、古文ができないっていう子たちに俺が言ってることやねんけど、1行目から読めないことってあまりないねっていう話をするんですよね、うん、1行目は読めるんですよ、うん、ってことはそこまでは読めてるんですよ。で、あるどこかから全然読まれへんようになるんですよ、古文って。そのできてない子ってね。で、あるところから急に読まれへんようになった時、そこに絶対問題があるはずでしょ。当たり前やん、うん、やのにそこを重点的に復習しないんですよ、みんな、うん、まばらにしますよね。そう、全体的にベターって復習するんですね、うん、で、なぜその急に読めなくなった箇所で急に自分が読めなくなったのかっていう分析、うん、それはいろんな理由があるやん。主語が取れないであったり、重要な単語を訳せなかったであったり、いろいろあるやんか。で、その中で自分の中でできてなかったものに対して仮説を立てて、じゃあ次の問題でこういうふうにしようっていうふうに対処策を考えることによって、自分のできないものに対しての手札が増えていくわけやん、うん。でその手札が増えたら、あ、このパターンで読まれへん時あの手札出したら読めたよな、このパターンでいかへん時この手札が良かったよな、みたいなのがどんどん増えていって、徐々に徐々に1行が2行、2行が5行、5行が10行っていう風に読んでいけるようになって、全部 ある程度読めるようになったわっていうような伸び方をしていくんですよ、古文。近いね。だからその復習の仕方、その最初 のとりあえず解いて解説見て問題やだってやってみたいなのは、ほんまに前が言ったみたいに、とりあえずやるだけでは解決しないっていう話はもうまさにその通りで、もう絶対
自分がなぜここから読めなくなったのかっていうのを分析して仮説を立てて次に生かす、もうこれを意識してもらうだけで古文絶対できるようになるんでやってみてください。あとごめんなさい、もうちょっとだけ、はい、もう一個だけ、絶対に本文と前訳照らし合わせながら、なんでこれこの訳なんねん、なんでこれこの訳なんねんってやってください。これめっちゃ時間かかるんですけど、横着してそれやらんかったらできるように絶対ならないんで、はい、絶対やってください。以上です、はい、意識してください、はい、それではこの動画ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。この動画がためになったと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。マナビズム公式 LINE では大学別対策の e-book や映像授業を無料プレゼントしているので、概要欄からぜひ登録してください。